ってくれウィッチャー。なあウィッチャー、魚人が出たんだ。知ってるだろ、ドラウナーだ。奴らに悩まされてる。あんたの銀の剣を使えば解決できる問題だろ。当ててやろう。奴らは網を裂き、魚を喰らい、岸辺を歩いている酒場の常連や一人で釣りに来た者を襲ってるんだろう。被害がそれだけならいいが、入り江に出没する奴らは大陸のより立ちが悪い。朝でも晩でもお構いなしに釣り人だろうが戦士だろうが襲いかかる。そしてズタズタの鎧や貪られた内臓が岸に打ち上げられるんだ。妙だな、目撃者は。弟子のルリクだな。魚人に襲われた船に乗っていた。あとはトープ、旦那が殺された。ここから少し上がったあたりに住んでる。他には思いつかないな。化け物を見たり会ったりしたものは大抵生きて陸地に戻ってくることはできないんだ。仕事を受けよう。ドラウナーの相手は慣れてる。すぐに終わるだろう。約束しよう。悪いのは天気や。ルリクだな。ドラウナーが襲った船に乗っていたらしいな。ああ、いとこのユルフとシェラーグクリフスの沖でカニカゴを集めてた。ユルフが網を引き上げるのに苦労してたんだ。その時は思ったよ。きっとカゴがいっぱいなんだ。これは大量だなって。その時何かが引っ張り返したんだ。あっという間にユルフは海に落ちた。何度か呼びかけたよ。すると海が血で赤く染まって何かが腐ったような、いやもっとひどい匂いがした。その時魚人に船をひっくり返されたんだ。どうやって岸に着いたのかもわからない。きっとフレアのご加護だ。あるいは奴らが満腹になったのかもな。話してくれてありがとう。死ぬまで船を修理してるんだろう。頭部か。ご主人がドラウナーに殺されたそうだな。その通りよ。まずは海に息子を奪われ、今度は夫を。残ったのは私だけ。息子のクビルは釣りに出たまま帰らなかった。夫は毎晩シェラーグクリフスまで出ては息子の船を探してた。いつも言ってたの。もう諦めましょう。このままじゃあなたが死にかねないって。ドラウナーの噂があったからね。それでも夫は古いコートを羽織って出かけていったの。ある晩夫が帰ってこなかった。兄と一緒に松明を持って探しに出たわ。巨人、水気の上に引き裂かれて、コートでしか判別できなかった。ささやかな慰めだが、ドラウナーの問題はもうすぐ終わる。約束するよ。それでは。別の犠牲者だ。この匂い、ドラウナーに違いない。巣が近いな。
ヘドロと鎖掛けの魚。ほぼ無傷だ。後のために隠してる。ドラウナーのやり口ではない。首のあざ、潰れた喉、絞殺されてる。船のかけら、破れた帆、ロープ、ハンセン風インテリアってとこか。あの悪臭に死体の特徴。ここはウォーターハグのスカ。嗅覚が鋭いから俺がいる間は帰ってこないだろう。だがドラウナーと共存しているのは別だ。奴らの体液を使えば匂いをごまかせるかもな。これでいい。次は待ち伏せ場所だ。あの船の影はどうだ。
女にちょっかい出すんじゃねえぞ。仕事は済んだ。これが証拠だ。水池の死体なんていらない。そりゃなんだ。年を取ったウォーターハグだ。原因はこいつだった。醜い生物はたくさん見てきた。ウツボやヤツメウナギ。だがこんなものは初めてだ。俺だよ。よくやった、ウィッチャー。ありがとう。じゃあな。